はい、こんにちは、カメパです、株引き渡しの後ですね、近所をプチ通しまして、でこれは当然ね、分かってたことなんですけど、株はね、何か手を加えないと何も積めないんで、まあ、インナーラックを装着するという動画です。で今日はね、真っ先に取り付けたいものとしてインナーラックですね。レッグシールドの内側につけるインナーラック、これを取り付けていきたいと思います。はい、このね、インナーラックに付属してたネジは基本的に4つあります。シルバーのメッキのやつがここにくっついてました。レッグガードの内側につけるのは2種類、1つはですね、プラワッシャーが1段のものと、こっち側はプラワッシャーが2段ですね。そのうち内側はちっちゃいプラワッシャー、こんな風なのがくっついてます。はい、じゃあ早速つけていきます。
今日入れるとこないんでこのバッグに全部突っ込んでたやつが、今度からインナーラックがあるんでね、このインナーラックにとりあえず突っ込んどけば走行中もすっ飛んでいかないし、これはね非常に前からこの株を買った時からね、買ったら速攻でつけようと思ってたやつです。まあカスタム第一なんだけどね、これがカスタムに入るかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえず使いやすくするための、まあ、工夫ということで、メッシュインナーラックをつけてみました。なかなかねいい感じでしょいや僕もいい感じだと思いますよ。これすごく安いんですよ、まあ、高い安いはね何を基準にするかにもよるんだけど、多分コスパだとものすごく高いもんだと思いますよこれ、うん、このあとね、まあ、後ろとか前、まあ、機械があれば箱とか取り付けていこうと思ってるんですけど、まあ、その前にまず移動するときにやっぱりね小物入れぐらいないともうどうしようもないんで、このラックをつけてみました、まあ、なかなかいい感じでしょ。ね、もう本当に違和感がないですね、純正部品って感じで。はい、じゃあ、株のねカスタムというか、まあ、使いやすくする工夫の一つとしてメッシュインナーラックをつけてみました。はい、ご視聴ありがとうございました。カパパでした。